皆さん、こんにちは。黄色の栄養学のお時間です。今日のテーマは、腸に炎症を起こす成分5つについてお話をしていきます。人間の腸がとても大切ということはご存知ですか、まあ、そんな中で知らずに腸に悪影響を与える生活をしている方もいるんじゃないかなというふうに思います。なので今回は、食べると腸に炎症を引き起こす可能性が高い成分についてお話をしていきます。 腸内環境を整えたいとか、免疫力をアップしたい、肌荒れ、アレルギーのお悩み、便秘を解消したい、まあ、いろいろあるかと思うんですけれども、お役に立てる情報があると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。ではなぜ腸内環境は大切なのか。腸内環境が大切な理由なんですけれども、まず一つ目、これは栄養が腸から吸収されるんですね。 なのでこう、栄養素を、ね、効率よく体にそして運んでくれるっていう、ね、役割があります。そもそも、ね、腸内環境が整っていないとこの、ね、腸から栄養が吸収されないっていうことなんですよね。そして2つ目、これは老廃物の排出が正しく機能するっていうことですね。まあ、便秘があったりとかあのしている方。 便秘がが改善すするっていう例がありますけれどもしっかりとねこの老廃物を体の外に出してくれるっていうね動きをしてくれるのも実は腸内環境非常に大切ですそして3つ目これ,はこれはアレルギー対策としてねとても有効っていうことで、まあ、腸内環境を整えることでねこの症状が改善したっていう事例はね実はたくさんありますそんな症状ありませんか 例えば、便秘が続いているとか、もうね、これが日常ですっていう方もいますよね。そして、肌荒れ、ニキビがなかなか治らない。風邪をひきやすい。アトピー性皮膚炎がある。花粉症で悩んでいるとか。あとはね、気分の,のアップダウンが結構激しいとかですね。もしかしたら、腸内環境が乱れている可能性がありますということです。 それでは、具体的に腸に炎症を引き起こす食べ物を説明していきます。まずですね、乳製品のカゼインっていうこと、あの聞いたことありますかねカゼインに注意っていうことなんですけれども、これ牛乳や、ね、乳製品に含まれているカゼインという成分、これを、ね、頻繁に摂取してしまうと、この腸内にね、消化物、消化されないものがこう多く残ってしまって、腸に炎症を起こすっていうふうに言われています。 ね、乳糖不対症っていう酪農、まあ、を、ね、古くから行ってきた欧米人と比べると、まあ、日本人はね3人のうち2人があのこの可能性があるということなんですよね。であの乳糖不対症の人は、まあ、牛乳を飲んでもねそもそも乳とラクトースをこう十分に分解できないっていうね、まあ、そのあの分解する酵素がね不十分だったりない人もいるなんていう話も実際あったりします。なので まあね、乳製品、とってお腹がぐるぐるするなっていう方、これは実は注意が必要ということですね。そして、小麦粉のグルテン、まあ。グルテンフリーなんて言葉もね、最近では普通になってきたので聞いたことあるかなって思うんですけれども、この、ね、グルテンに注意ということで、まあ、どういうことかというと、このグルテンはですね、消化されにくいんですね。こちらも分解されにくく、この腸の、ね、粘膜の中に張り付いて異物となってしまうということで、 粘膜が弱いとね、この腸や体に異変が起きる。まあ、腸がね、この粘膜がこう炎症を起こすわけですよね。そうすると、まあ、この腸内環境を悪化させるっていうね、まあ、原因にもなってくるんですよね。あの、小麦粉とこうお水を混ぜた時にこうねちょねちょしてる、あれですね。そして次、お砂糖です。お砂糖に注意ということでですね、まあ、砂糖はね、この体の中の細胞に炎症を引き起こすということで、 あの、肌の老化だったりとかね、まあ、糖化。これをね、促進させます。そして、この生成していると、まあ、白いお砂糖ですよね。まあ、茶色いものでも酸黄糖っていうのも、この生成されているお砂糖に入りますけれども、まあ、そういった食品はですね、まあ、栄養素とか、繊維質がこう少ない傾向にあるので、あの、実際にね、体の中に入ると、この悪玉菌を増やす。そして、便秘の原因になる可能性があるっていうことなんですね。そして、肌荒れアトピー。 これもですね、まあ、肌トラブル。これはまあ炎症が起きている状態ということなんですよね。なので、この対処療法ではなく、あの根本となるね、この原因から見直すということがとてもおすすめです。特にね、症状がひどい方は、小麦粉、お砂糖の摂取量ですね。まあ、自分自身が普段こう無意識にどれだけ取っているのかっていう、そちらからね、見直してみてほしいなっていうふうに思います。砂糖だったり、糖化についてはね、 他の動画で詳しくあげています。もしかしたら砂糖中毒かもっていう動画だったり、老化を加速させる食べ物とかね、老化以上に危険な糖化の内容をお話ししてますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。では、美容の材料はっていうとですね、まあ、肌がね、こう、ピチピチ潤っている状態だったりとか、髪の毛がサラサラしていたり、そしてね、こう、 いい,かいい感じにこう体が引き締まっている筋肉がついているっていう状態がねあのすごく美しい状態かなっていうふうに思うんですけれども、まあね、美容とかこの肌トラブルで悩む方同時にですねタンパク質についてもぜひ理解をふた深めてほしいなっていうふうに思うんですねなのでこのタンパク質について詳しく知りたい方はまた別の動画でお話ししているので、まあ、どれだけ自分自身の体にねタンパク質っていうものが必要なのか そして与えるるもののがあるのか、足りていないのとどうなるのかっていうね、まあ、そんなお話もしてますのでぜひチェックしてみてください次酸化した油です、ねまあ、おすすめできない理由としては、まあ、比率の悪い油ということであの油のの大切ななものってバランスなんですよね。でこの人間の細胞っていうのは、まあ、60兆個の細胞でできていると言われてますけれども この細胞の一番外側細胞膜は油でできているんですねなんですがこの細胞膜の比率よりもまた全然ねバランスが崩れたものを取ってしまうと、まあ、炎症が起きるってことですね細胞を傷つけてしまうそして使い回しの古い油酸化油ですね、まあ、これはあの油はね熱に弱くて酸化するので酸化した油を取り続けるとそのね体の中の油の質もあの変わってしまうっていうことで 酸化した油はですね、実際摂ると、この動脈硬化や炎症の原因にもなるので、とても注意が必要ですね。そして理想の比率ですね。これはリノール酸とリノレン酸が4対1のバランスがいいっていうふうに言われています。まあ、必須脂肪酸バランスということで、これはですね、あの体の中で作ることができないので、毎日ね、口からしっかり入れてあげるっていうのがすごく重要になってきます。そして食品添加物。 ソルビン酸ですけれども、まあ、これもね、腸内環境と、まあ、食品添加物の関係ということで、まあ、保存量なんですよね、まあ、ソーセージとかハム、ベーコン、かまぼこ、漬物、おにぎり、惣菜、サンドイッチなど、もう本当にありとあらゆるものにね、加工食品に使われています。一方で、この腐りにくい保存量ということで、まあ、過剰にね、摂取し続けると、腸内細,細菌の、ね、繁殖も抑えて、まあ、腸内環境を乱す可能性があるんですね。 なので、まあ、腸内環境が乱れると、良質なね、栄養素を食べたとしても、吸収されにくいっていうふうになってきたりとか、まあ、すべてのね、食品添加物を避けるっていうことは、なかなか、まあ、今、現代では難しいんじゃないかなっていうふうに思います。なんですが、この便利さを優先するとね、腸内環境っていうのはどんどん悪化していきますので、まあ、まず、無理のない程度に減らしてみる。そして、自宅の調味料を見直すっていうことをね、ぜひやってみてほしいなっていうふうに思うんですね。 そして他の動画で調味料の選び方だったり、まあ、食品添加物注意してほしいもの特にトップ5載せてますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいそれでは今回のまとめです腸内環境を整えるメリットはたくさんあります肌荒れ、便秘、アレルギー症状など、まあ、そういった、ね、原因になってくるものをまず口に入れないっていうところからねスタートしてみてください何かをね もう今多数というよりも今ある中でまずはねマイナス引いていくってことですね。そして特に肌トラブルでお悩みの方、まあ、タンパク質をね、ぜひ積極的に食べてほしいんですね。良質なタンパク質源がとてもね大切です。そして食品添加物。これは自炊を増やして無理のない範囲で減らしていく。そして自宅の調味料を見直すっていうことがおすすめです。今回は避けた方がいい。 強に炎症を引き起こすね、食べ物についてお話をしてきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ぜひですね、気になったものから一つでもトライしてみる。あのねこれをやってほしいなっていう風に思います。コメントはすべて読ませていただいてますので、ぜひアウトプットの場としてご活用ください。それでは今日は以上です。